はい、どうも、ジェイです。スーパーマリオブラザーズ、ワンダー、パート42やっていきましょう。さあ、前回の続きからですね。さあ、今回もスペシャルワールドを進めていきたいと思います。さあ、今回は前回クリアできなかった、ウルトラチャンピオンシップ、バッチオンパレード。このバッチオンパレードがめちゃくちゃ難しいんですよね。ということで、今回は、なんとかクリアを目指して頑張っていきましょう。まあこれ難易度星5って書かれてありますけど、これ実質的に難易度星10ぐらいありますからね。いけるかな、これって。まあ、でも頑張るしかないんですよ、これは。はい、じゃあ頑張っていきましょうか。さーて、とりあえずこう来て。OK。なんとかここで、まずは行く。まあ、最初らへんはいいよ。こう来て。はい。うまーくしゃがんで、で、うまい感じでヒップドロップもうまく対応していた方がいいよ。特にここら辺。オッケー。うまいよ。ありがとうございました。はい。いいよ、これは。はい、次、ドルフィン。極めるんだ。はい、こうって。はい、すばらしい。あー、まだまだまだ。まあ、ここはいけるわな。次行こう。はい。もうタイミングを見極めるのが大事。いけ。オッケー、とりあえずまずは10コイン1枚。いけ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 。はい、素晴らしい。で、問題はここ。これ結構クロスする人いるよ。で、こう来て。はい。もう素早い判断が必要、これは。よし、いいよ。なんとかここまでノーミス。はい、中間。はい、いきます。で、こうジャンプ、危ない。あー、待って、なんでこうなった。まあいいや。 OK、 こう来て、よし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 。まあダメージ受ける分はまだミスではありませんからね。 OK。まあ俺正直むずいのがね、これバネなんだよな。次ここまではまだうまくいくと思うけど。はい、でこう来て、はい、よし。ここら辺結構タイミングあれだよ、ミスらないように要注意。いけ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 。あ、これ花取らなくてもいいのか、最終的に。まああのコインがもらえるだけなんですけどね。はい、出ました、バネ。まあむずいよ。こう来て、いけ、危ないよ。 OK、 OK、 OK。 待って、勢いつけすぎ、注意。ここは早いんでね。で、ここは短くて遅いけど、まああれなんで、逆回転なんで注意する必要がありますよ。慎重に。 OK、 ここは待って、いけるかな、ここら辺。はい、あ、待って、これうまくタイミングをずらしていかないといけない。はい、こう来て、あー、いい。 OK、 ナイス。素晴らしいね、これは。はい、ここまでノーミス。まあ一回ダメージは受けたけど、まあこれはあのミスではありませんからね。はい、でこう来て、はい、いいよ。はい、 OK、 こう来て、でこう来て、あー、いい。 OK、 素晴らしい。はい、なんとかフラワーコインも行く。まあ正直コインはどうでもいいけど。はい、今度はこう来て、はい、まず打ちつけ。はい。で、空中スピンもなんとか対応しなければならない。はい。こう来て。まあ、これもいけるよ、サクサクと。はい。オッケー。もうここも馴染んできたからね。いけるか？はい、次、ツルショット！ツルショットはむずいよ。まあ、いけるかな、これ。はい。はい、OK。 で、ここで一旦出して、
ヒントを出すのは結構重要。で、こう来て、はい。はい。しっかり右を向いて、やっていく。OK。いけるかな、これは。はい。こう来て、OK。これ使われば、あとはいける。OK。待って、ここら辺でむやみに行くのは良くないよ。はい。こう、こう。いけ！ナイス！なんとかうまくいく。ラスト！ラストだと思うよ、これで。多分。待て、絶対これの方がいいな。待て、こう来て、いけ！待て、いい場所も、しっかり、確認しないといけない。まあ、X ボタンでこれ開けるんだけど、これ意外と、表示できる時間が意外と短いから気をつけな。いけ、こう聞いて、ナイスナイスナイス。待って、ブーステがいるの？危ない、あー。今のミスったかと思った。あー、それはわからん。それはわからんよ。よし、なんとか泡状態で泡フラワーをなんとか持ってきました。よし、じゃあ行きたいと思います。この状態ならちょっとさすがになんとかいけるでしょう。はい。こうして行くぞ。はい。こうして、OK。いけ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 。はい。OK。いいよ。OK。ここはなんとかうまくいく。はい、次。空中で来る。こう来て。ああ、いい。で、スピンして。はい。こう、オッケー。うまいよ、これは。いけるよ。はい。はい。オッケー。まあ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 、これはいけるよ。で、問題なのはここ、ツルショット。ツルショット、あれ、正直、俺、うまく使ってないんだよな。待って。やばいな。いけるかな、これ。はい。こう来て、あー、いい。あー、いい。オッケー。いけ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 。待って、こういうタイミングめちゃくちゃ重要だよ。はい。オッケー。危ない！あー！オッケー。あー。逆にこれスーパーマリオの方がいいのかもしれない。こういう状態は。はい。で、しっかりしがみついて、ナイス。はい。で、一旦こう来て、はい。ああ、いい。ああ、いい。落ち着け。危ない。オーケー。よう、いけるわ、ここ。はい。で、問題なのが、透明。透明がめっちゃむずい。もう、ほんとにね、3枚目の、あれも取ってないんで。もう、ほんとにね、どこにいるかね、わかんないんですよ、これ。もう、ひたすらこれ、X ボタンを押し続けるしかないんで。でも、ブースケのところがね、ほんとにね、もう、運ゲーと言った方がいいのかもしんない。あそこだけ超むずい。異次元ですから。危ない！あー！待って。あー！あー！くっそー。あそこを乗り越えればいけたと思ったのに。まあ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 。まあ、いけるか？これほんとに。はい。正直ね、ここら辺透明だけがもうほんとに難易度の異次元なんですよ。もう誰だ透明を提案した人。もう本当にこれ不便なんだから。待て。もう本当にあれだよ、もうワンダーダイレクトの時ね、もう本当にあれだったんだろうな。もう透明使う人おるんかってぐらい。まあもちろんね、これ透明の状態でもね、これダメージは受けるんで。はい。あくまでもこれ敵に見つからなくなるぐらいだけだから。で、一旦ここを出しといて。待って、ここら辺から問題なんだよな。待って、ここら辺ノーダメであんまり行ったことないよ、俺を。正直。
はい。OK。こう来て。OK。行っている。ナイス。よし。なんだか飲んだ目でいけた。こう来て。はい。行け。OK。ああ、ダメだ。そういう無茶は良くない。今だったら絶対やられてたから。はい。ああ、いい。ああ、いい。OK。ナイス。うますぎる。ああ。もうこっからはもう、X ボタンを押しまくるしかない。待て、大丈夫かこれは。あ、待って、この間が操作できねえや。待って、見てて、今、X ボタン押してるけど、ああ、これ。ああ、ちゃんとこの間操作ができないんだ。待て、落ち着けるか？これ慎重に行かねばならぬ。来て、こう来て、あー、いい。オッケー。いいよ。はい、オッケー。待て、いけるかな、これ。こう来て。いけ、あー！知らん。なもん知らん。どんどん行こう。待て。もうブーシケだけがめちゃむずい。誰だ。こういうの本当に勘弁してくれよ。はい。いいよ。あー、いい。大丈夫かこれ本当に。よし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 。ここまではまだいける。もう、透明を中間に置いといてくれ。頼むから。もう、こういう本当に簡単なところはもう正直飽きたんだわ。けけけけけけけ。もう2、3分ぐらいあればあそこまで戻ってこれるから。はい。待って、これいける？これ。待って、いざという時にこれ、泡もあるんだけど。いや、何も役に立たないな。いや、でも、これあれだからもう、このゲームね、もう、プロペラとかムササビとかあったらこれ絶対いけるんだよな。まあ、さすがにこれは、しょー！ちょっと待って。やっぱりツルショット問題だな。待って、これいけるのか？本当にマジで。うぅ。こう来て、はーい、はーい。で、いけ、こう来て、いけ、OK、ナイスタイミング。なのはいいけど、OK、うまい。ふぅ、ここからか。まあ、ここまでいけば、ちょっとここは楽だな。はい。待て。けけ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 けよーし、うまくいっている。でラスト透明。もう透明はね、もう敵が出てこないから、もうダメージを受ける敵が出てこないから、もうの、もうここら辺はチビでも、もうスーパーでも関係ないんですよ。もうどこにいるかというのを怒り判断しないといけない。うまいよ。はい、こう来て、こう来て、危ない、あー惜しい。待って、ここからうまくいけるかな。はい、いけ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 、危ない、よーし、うまくいけてるよ。なぜか透明まで戻ってきた。もう本当にあそこだけもうやらせてくれ。いけ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 、危ないな。今どこだ、ここにいる。もういざという時には X ボタンを押せばいい。ふう、慎重に行こう。待って。どこで行けばいいんだ。
こう来て、あーいい、あーいい。いけ。こう来て、素晴らしい。いけたわ。あー、よういけたもんだ。待って。気をつけろ。まだ戦いは終わっていない。ここをクリアすれば俺はもう晴れて自由の身だ。あ、待って、危ないよ。危ない。待って、最後はてっぺんを取らなければならぬ。まあ仮にてっぺんを取れなかったとしてもそれはそれですごいけど、できればてっぺんを取りたいよ。今どこ？あ、ここか。なんとか、いけ。あー、一旦戻った。どこだ？行きます。ここ、あー、うまく跳ねなかった。惜しいところまで来てるんだよな。あとはここの課題をクリアするだけ。危ない。あ、待て、ここはてっぺんを取らなければならないよ。はい。あ、もうこういう時こそ泡を使う時では、もう泡に乗ってこう来て、いけ。素晴らしい。なんでこの発想を思いつかなかったんだ。よー、大変だった。オッケー。はい、ということでバッチョンパレードクリア達成。あー、これで真のラストクリアできました。はい、これで、お、待って、まだなんかあんの。あれ、なんか家がある。この先行くとワンダー。待って、おしゃべりフラワーが何ですか。待って、こうして見事スペシャルワールドの完全クリアを達成したマリオたち、その凄腕ぶりにはびっくりなのであった。そこで記念として内緒のバッジ、鼻歌交換バッジを送ることにしたのである。めでたしめでたし。 Thank you for playing You are Super Wonder。 お？なんだこれは、またなんかタツキンバッジでしょうか。まあ、とりあえずこれはまた何かあれなんですが、はい、これで、お、バッジをすべて手に入れました。達成の印に6つ目の印がつきました。6つ目の印？あ、これで終わりか。やりましたね。私たちなんだかすごいことを達成しちゃったみたいです。記念にもらった内緒のバッジ、つけると一体どうなるんでしょうね。試しに付け替えてみますか。まあ一応付け替えはしないんですが、はい、ということで OK、これでウルトラチャンピオンシップバッチョンパレード見事クリアできました。あー、長かった。はい、これでタイトルに戻ると、はい、うわー、なんだこれ、なんか黒くなった。はい、こうすること言って OK、 スペシャルワールド、これでチェックマークがついたということで、この状態になれば完全クリアですね。ということでスーパーマリオブラザーズワンダー、これで終わりではあるんですが、とりあえず今回で最終回ではございません。ちょっとね、オンラインの様子とかもまだやってないので、ちょっとそれもやりつつね、またね、何かしらやりたいと思います。ちょっと俺はね、今度はこのコースをノーミスでやりたいと思います。まあいつになるかはわからないんですが、まあノーミスクリア、ぜひ俺も達成したいということで、お楽しみにしておいてください。ということで、チャンネル登録、高評価、サブチャン、ツイッター、TikTok のフォローもよろしくお願いします。それではさよなら。